ミーってばすごいですよ。やっぱり生死の狭間を漂って生還した子は一味違います。ナミちゃんがどうしたの？向こうの方で遊んでいたらですね、姫先輩が怪我しちゃったんですよ。あやしろが？ご安心ください、我らが姫の玉の肌には今では傷一つ残っておりませんから。どういうこと？ここにこう傷があったとするじゃないですか。そこにナミーがこうやってそっと手を当てるとですね、話した時にはあら不思議、傷は煙も立てずに消えた。あれがいわゆる心霊治療っていうやつですかね。ナミーは少し変だというか、かなり浮世離れしてますから、これぐらいの特技がないと将来食べるのに困るかもしれないですからね。部長さん、ちょっとお手伝ってくれんかね。構いませんけど、何をすればいいんですか？仰いでくだされ。は、ブスでも取りに行きますか？うちわでひたすら根気よく暑さに耐えて仰いでくだされ。今晩の夕食は手巻きですか？私は天祖としての腕にはそれほど自信を持っておりませんのでな、素材で勝負させていただきました。こんなにたくさんどうしたんですか？うちのようなボロ寺でも檀家にはいろいろな方がおりましてな、中には鮮魚を扱っている方も。まあ理由もなくわしが新鮮な魚を所望してもこの生臭めと返されるかもしれませんが、都会の女子高生が合宿に来ていると言ったら喜んで用意してくれ申した。何か言われませんでしたか？このエロ坊主めと、それから副部長さん。お嬢さんはネバネバしたものはお嫌いですかな？ネバネバというと、納豆などは嫌いではありませんが。では、タンとサラダを食べなされ。こちらの山芋、本来の旬はもう少し先ですが、それでも精がつきますぞ。あ、おいしい。
こちらの料理もほぼ素材頼りですからな。親孝行がてらご両親に作って差し上げるとよろしかろう。山芋も名産なの？はい、お饅頭みたいな和菓子の皮にも使われてますし、お蕎麦のつなぎにも使うんですよ。名産があるっていいな。ご飯が美味しいから地方っていいな。ももちゃんの田舎は？うちは米どころだから山菜とかは美味しいけれど、若者が喜ぶボリュームは期待できないのですよ。しかし水と米がうまければ。はいはい、お酒も美味しいです。未成年には関係ありませんが。ではいよいよメインディッシュの手巻きなのです。私はマグロよりハマチの方が好きなのです。残念ながら旬ではないが、それでも良いところを見繕ってもらいましたぞ。では、どうじゃ。確かに甘いですね。ん？わしはそうは思わんが。あ！あ！お醤油、和尚さんが用意したのを使ったんじゃ。お醤油？確かこっちのお醤油は向こうに比べて濃くて甘いんですよ。私も慣れないうちは。確かに慣れない味よね。そう？ザワチよく気がついた。卵かけご飯とかには合いそうですけど、私、刺身にこの甘口は。そんな違いがあったとはぬかったわい。どれ、今から酒屋に電話してちょっとひとっ走りしてもらって。大丈夫です、私持ってきてますから。私、昨日はうっかり忘れてたんですよ。何を？この霊剣新たかな木刀があれば、幽霊少女恐るるに足らず。幽霊退治でもしようってこと？姫先輩の次があるなら、ザワッチ狙いな予感がしますし、今日は徹夜で見張る覚悟です。私の次ということは。
桃子、縁起でもないこと言わないの。うん、そういう意図で言ったのではないのですが。というわけでして、今夜の安全警備保障は私秋田桃子にお任せして、先輩ザワッチ皆様方はゆるりとお休みくださいませ。徹夜は体に良くないわよ。そのことに関して大佐先輩にご相談があるのですが、途中で交代とか、何人か見繕ってローテーション組むとか。いえいえ、それには及びませんが、選手にも休息が必要というか。ぶっちゃけ明日の朝練とか免除になったりしないでしょうか。まあ予想通りといえば予想通りだけど。だから交代制にしろって言ったのに。よっ、綾代？あれ。
3秒以内に怪しろから離れなさい。3、2、1、警告はしたわよ。私が3人目の目撃者ってわけだ。なるほど、確かに髪の長い女の子の幽霊が実在したのね。
なたは何者？どうして私たちを襲うの？これはまずいわね。
眠い。ダメ、ダメよ。我慢しないと。目を閉じたら環境設定を保存するってさ、別にしてもいいわよね。セーブできたわよ。青い城。